DJ が e バイクの世界に殴り込みです。はい、どうもサラクールです。今日は2024年7月2日火曜日になります。今日の話題なんですけども、まあ、DJ といえばですね、ドローンメーカーなんですが、今回ですね、e バイクの世界に殴り込んできたという話をしていきたいと思います。その前に私のチャンネルの PR させていただきます。はい、今ですね、私のチャンネルはドローンチャンネルとは別に、スラクールのチタビチャンネルという旅チャンネルを起こしております。こちらの旅チャンネルの方では、私サラクールはですね、楽しく喋りながらですね、旅をしているというようなですね、チャンネルになってまして、今チャレンジしているのがですね、徒歩で千葉県一周というところをですね、チャレンジしております。今ですね、まあ、北総の小江戸のですね、サーロ歩くですね、動画を上げておりまして、まあ、日本人のですね、伊能忠太ところがね、いるようなね、ところになっております。まあ、他にもですね、単発では、まあ、市川ママ駅というですね、京成の駅があるんですけども、こちらの駅の方がですね、母の限定ですね、ちょっとね、面白いことがあったんで、行った動画とかですね、あとですね、運賃がですね、海まで25キロで300円というですね、破格のバス路線がありましたので、そちらの方ですね、乗ってみたというふうなですね、動画を上げております。こちらですね、サラクールのチタビチャンネルの方は、この動画の概要欄のトップのところにこのリンク先貼っておきますので、まずはですね、そちらからですね、遊びに来ていただいて、もしですね、気に入っていただければですね、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。以上、PR でした。はい、ということでですね、ドローンの話題というか、まあ、今回ですね、まあ、DJ の、ね、話題に戻りたいと思います。まあ、DJ といえばですね、まあ、ドローンメーカーで、まあ、有名なですね、メーカーになってるんですけども、今回ですね、その DJI が、まあ、e バイクの世界にですね、殴り込んできたという話をですね、したいと思います。こちらですね、まあ、DJ のリーカーたちが、まあ、リークしてきたですね、情報になっておりまして、まだですね、DJI から正式にあったわけではないんですけども、まあ、間もなくですね、出てくるということで、リーカーがですね、先んじて上げてきたということになります。こちらの方はですね、X の方で、まあ、それぞれですね、リーカーがリークしてきた情報をですね、見ながらですね、皆さんと情報シェアの方をしていきたいと思います。では早速ですね、見ていきたいと思います。はい、まず一つ目なんですけども、リーズドがですね、X でポストした内容になります。DJ は e バイクのパワーモジュールをリリースする予定だが、e バイク全体ではないようだと、いうことですね。まあ、e バイク全体ではないようなんですけども、まあ、e バイクのですね、パワーモジュールというものをですね、どうやらですね、リリースしてくるということになってます。で下の方にですね、リーク画像がありますので、そちらの方に見てみます。はい、こちらがですね、リーク画像になっております。DJI、Power Your Ride ということで、まあ、こちらの方ですね、2024年の7月3日にですね、発表されるということで、まあ、間もなく出てくるというような感じですね。まあ、こちらの方は、まあ、日本ではちょっと発売されるかどうかちょっとね、微妙なんですけども、まあ、DJ の方がですね、まあ、e バイクの方に乗り込んできたということで、まあ、こちらの方がですね、出てきたということになってます。まだですね、DJ の方では正式には出てきてないのかなと思っております。まあ、こういうふうにですね、パワーモジュールを出してきたということで、まあ、こちらの方ですね、e バイクのですね、パワーモジュールということになっております。さらにですね、こちらの方のスペックの方もリークされてきております。はい、こちらはですね、変わって押した LB とですね、DJI のですね、リーカーになるんですけども、DJI の電動自転車の噂の技術仕様ということで、新しい DJI ケアライドを期待していますというふうなですね、ポスト内容になってきまして、で下の方にですね、スペックの方をリークしてきております。まあ、1枚目ですね、こちらになっております。まあ、それぞれですね、パワーがどういうものかとかですね。あとですね、法定速度、こちらの方がなんか EU とか、あとですね、アメリカの方では決まってまして、例えばですね、EU の場合ですね、時速25キロまでということの法定速度というような形になっております。あとですね、防塵防水の方も IP66 というですね、防塵防水のですね、等級がついております。なのでですね、まあ、雨の日もですね、走れるようなものになっております。あとですね、バッテリーの方がリチウムイオンバッテリーで 35.9V ものですね。で、こちらの方ですね、IP56 の防塵防水のですね、バッテリーというものになってるみたいです。で、さらにですね、こちらですね、2枚目になってまして、まあ、こちらの方はですね、どうやら、まあ、OLED のですね、なんかディスプレイもついてるみたいで、800ニットのですね、明るさを持っているというものもですね、出ております。
あと加えてですね、まあ 4G の LTE とかにも対応してるみたいですね。あとは GNSS ということで GPS、ガリレオ、ベイル、グロナス、あと QZSS というですね、それぞれの衛星を使うというものになっております。あとですね、8GB のメモリーもですね、内蔵メモリーとして持ってるみたいです。で、IP56 ということですね。まあ、こういうふうなですね、まあ、スペックになっております。で、さらにですね、こちらの方が、まあ、自転車についた情報とかね、見れるということで、まあ、バッテリーとかの、どのぐらいの残量が残ってるかとかですね、今ですね、バイクがどこの場所を走ってるかということで、まあ、先ほどですね、GNSS ありましたので、まあ、GPS 情報とかですね、掴んで、走ってるとこもですね、ちゃんとですね、出てくると、まあ、いうものになってるみたいです。ということなので、まあ、こちらの方がですね、スペックとして出てきております。あとさらにですね、クワドロニュースというですね、DJI のこちらの方のね、リーカーがいるんですけども、こちらですね、まあ、DJI バイクという形でですね、ハッシュタグをつけて、まあ、紹介をしているということで、まあ、こちらですね、プロモーションのビデオの一部だと思うんですけども、こちらの方ですね、まあ、1枚目。で、2枚目ですね、まあ、こういう風にですね、Eバイクに乗ってるような写真とか、あとですね、こちらが3枚目のですね、写真とか、あと4枚目の写真ですね、こういう風なですね、写真が載ってて、で、最後ですね、5枚目の写真としては、こちらの方をちょっとね、拡大しますけども、まあ、DJI アビノックスですかね、ちょっとね、その読み方わからないですけども、AVINOX ということで、アビノックスなのかもしれない。ちょっとね、読み方わからないですけども、まあ、こういう風なですね、まあ、パワーモジュールみたいなのを出してきて、まあ、こちらの方は多分バッテリーだと思うんですけども、まあ、そこからですね、多分パワーモジュールとかあってですね、まあ、こちらの方の E バイクの中につけるというようなね、形で、今回ですね、DJ がね、出していくということがですね、考えられます。はい、ということですね、もう一回こちらの方の、まあ、DJ のですね、パワーユアライドと、いうですね、こちらのティザー写真の方に戻りますけども、まあ、こちらの方がですね、まあ、Eバイクとしてですね、殴り込みでですね、出てくるということで、まあ、DJI の方ですね、まあ、ドローンとか、まあ、自動車の方も確かね、やってましたけども、あとですね、Eバイクの方のですね、今回はですね、殴り込んできたということになります。はい、ということですね、リーク情報としては以上となります。はい、ということですね。今いかがだったでしょうか。まあ、DJI といえばですね、ドローンメーカーだったりしますし、まあ、最近でですね、自動車とかにもちょっと手を出してたりはするんですけども、まあ、Eバイクの方にもですね、まあ、手を出してきたというようなね、形になっております。正確に言うと、どうやらですね、Eバイクのパワーモジュールをリリースする予定ということで、Eバイク全体ではないみたいなんですけども、まあ、パワーモジュールをですね、DJI としても出してくると。いうことで、まあ、やはりですね、DJI の方も、ここら辺のですね、パワーモジュールの方にも力を入れていきたいというところですね、まあ、パワーバンクとかもね、出していることを考えれば、まあ、そこら辺にもですね、かなり力を入れてきてるんじゃないかなと思っております。はい、ということですね、今日の話題は以上となります。このチャンネルではこのような話題とか、ドローンのノウハウ、新製品のレビューとかを行ってたりします。随時最新情報もアップデートしてまいりますので、ベルマーク、通知ボタンの方、オンにしていただくとありがたいです。チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。楽しくドローンを飛ばしましょう。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。